婚観を教えてください。またこの人とは結婚はできないと思ったエピソードを教えてください。まず結婚願望はめちゃくちゃありますね。ができれば30歳までには結婚したいなとか、子供は男の子も女の子も欲しいなとか考えてますね。結婚できないって思うような男性は、こう家のこととかを全くしてくれない人かなと思います。なんか稼いではくれるけど、子供の面倒見てくれないとかだと、ちょっとなーっていうふうには思いますね。初めての生理は何歳の時でしたか？当時の驚きも教えてください。汚れてしまったパンツはどうしましたか？また、現代でも赤飯を家族で食べましたか？多分、中学2年の時かなと思います、初めては。その日、ずっとお腹が痛くて、変なもの食べたかなって思って、トイレ行ったら、パンツが汚れてて、みたいな。でも、その時はもう家に帰ってる時だったので、割と冷静に対処できましたね。赤飯は食べましたね。お母さんが一番盛り上がってて、じゃあお赤飯食べないと、みたいな感じで。なんか年頃の私からしたら、お父さんもいるのにそんな大ごとにしないでよっていう感じでした。テレビコマーシャルでデリケートゾーンが痒いと言っていました。痒いのですか？痒い人は多分感じだとかじゃないかな。私も昔エッチした次の日に、なんか炎症を起こして痒くなっちゃったことは一回だけあります。病院に行って塗り薬をもらいました。なんかもう本当に痒くなった時はめちゃくちゃ痒くて、でもそんな人前で書けないじゃないですか。ずっともじもじしてるみたいな感じでしたね。あとは人によっては多分生理の時とかにパンツが蒸れて痒くなっちゃうみたいな人もいるみたいですね。はい、というわけで女子部屋でした。パフとお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと、質問もお待ちしてますね。